こんにちは、キレナルトゥーチャンネルのぐんじです。インスタグラムもフォローしてね。はい、というわけで今日のテーマはこんな感じの、この髪の長さでもできるまとめ髪ヘアアレンジです。まあ、今日のアレンジはこの髪の長さでもできるし、慣れたら2分くらいで完成しちゃうアレンジになります。綺麗めなすっきりとしたアレンジになるので、40、50代、60代の方とか、あとは和装を着た時とか、そういったこう大人な感じの時にもぴったりのアレンジになってるので、ぜひそういう時も使っていただければ嬉しいです。というわけで早速使うものとかも含めてヘアアレンジ解説していきます。ではスタート。なるってよ。はい、じゃあまず使うものはこちらのシリコンゴムです。こんな感じで、このシリコンゴムは髪の毛の色に合わせてゴムの色も選んであげるのがおすすめです。まあ、髪の毛が暗かったり茶色の方は茶色や黒のゴムを選んでもらって、髪が明るい方はこういう透明のものを選んであげると目立ちにくくなるかなと思います。でちなみに私が使っているシリコンゴムは PU バンドっていうゴムになります。今まで使ったゴムの中でも切れにくかったので最近はずっと愛用しています。普通にあのネットとかでも PU バンドって入れてもらえれば買えるし、もし探すのが面倒な方はこの動画の概要欄の愛用品っていうところに URL 貼ってありますので、まあ、そちらから探していただければなと思います。そしてあとはアメピンで、こちらのアメピンが苦手だよとか、お仕事の時に使えないよみたいな方はこちらのミニクリップ、小さいクリップですね、こちらなんかを使っていただけるといいかなと思います。今日はアメピンで留めるのとミニクリップで留めるの、どちらもやり方をご紹介していくので、アメピンが苦手な方はミニクリップで留めてもらって、ミニクリップで留めるとヘアアクセサリーが見えてしまうので、ヘアアクセサリー見えたくないよっていう方はアメピンのやり方で好きな方でやってみてください。じゃあ使うものはこちらで以上になるのですが、アレンジをする前はスタイリング剤をつけてほしいなと思っているので、今日もこちらがルフトケアデザインワックス D のヘアワックスを使っていきます。これは私とルフトさんで共同開発させていただいたものになります。まあ、香りもねいい匂いだし、やっぱスタイリング剤つけてあげるとアレンジしている途中もまとまりやすかったり、ツヤが出たりとか、あとはアレンジし終わった後も崩れにくかったりとかっていういいことがたくさんあるので、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。このワックスじゃなくてもお家にあるスタイリング剤でいいので、アレンジする前はつけてあげた方が絶対仕上がりが変わるので、ぜひつけてからやってみてください。じゃあ使うものは以上になりますので、ここからヘアアレンジ解説していきます。で終始後ろ姿になりますので、今日もこちらで解説しながら分かりやすくゆっくり丁寧にお伝えしていきますので、今お時間がある方はこの動画を見ながらぜひ一緒にヘアアレンジ挑戦してみてください。じゃあやっていきます。まずはワックスを全体的につけていきます。ワックスの量は髪質だったり毛量だったり髪の長さで変わってくるので、まあ、少し手に出してつけて、足りなかったら出してつけてっていうのを繰り返して自分に合った量を調整してみてください。ちなみに私はいつもこのくらいの量をつけています。トップの髪の毛を縛っていきます。だいたい目の終わりくらいの位置くらいで後ろに持っていって縛ります。で縛る位置は上の方ではなく頭の真ん中から下くらいの位置を目指して縛ってあげてください。そしたらサイドの耳の上の髪の毛を縛っていきます。でこれ縛る時にしっかりとここの横の髪の毛を後ろに流すように手ぐししながら縛ってあげてください。縛る時は左右どちらかにずらして縛ってあげてください。そしたらくるりんぱします。毛先を上から下に通します。で毛先を2つに分けてギューッと締めてください。
そしたらさっき縛ったところの少し下の髪の毛を分け取ってまた縛っていきます。でこれ縛るときに先ほど縛ってくるりんぱした方の反対側で縛ってあげてください。ここもくるりんぱします。毛先を上から下に通します。で毛先を2つに分けてぎゅっと締めてあげてください。余りの髪の毛を縛っていきます。で縛る際は必ず下を向くのではなく少し上を向いた状態で縛ってあげます。ちょっと体勢は辛いんですけど下を向きながら縛ってしまうとここがポヨンポヨンになっちゃうので上を向きながらなるべく縛ってあげてください。縛る位置は根元から数センチ開けて毛先の方で縛ってください。でこの縛った毛先をくるりんぱの中に押し込んでいきます。この時も上を向きながらやっていきましょう。でここをヘアアクセサリーで留めていきます。まずはアメピンで留めてみましょう。こんな感じでアメピンは開かなくて大丈夫なのでこのまま髪の毛のところに刺して根元まで到達したら少し立てて横に刺すといった感じです。でほぐさない方はこのままでも十分可愛いと思います。ほぐした感じも見たいなっていう方もいらっしゃると思ったので今日は少しだけほぐしてみましょう。であんまりほぐしすぎてしまうと髪の毛短い方は毛先ぴょんぴょん出てきてしまうのでほんの少しにはなりますが上に向かってほぐしていきます。ほぐすとこんな感じです。ではミニクリップで留めてみましょう。毛先を入れてここの部分をミニクリップで留めていきます。ミニクリップで留めるとこんな感じです。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日はこの髪の長さでもできてちょっとつるんとした大人っぽいヘアアレンジをご紹介してみました。でもう少しこの上の方をこうほぐしたいよっていう方はしっかりとウェーブ巻きとか髪の表面を巻いてあげてからやってあげるとほぐした時もふんわり感が出るのでこうふわっとさせたいっていう方は巻いてからやってあげてください。で今日はこのちょっとべっ甲っぽい茶色っぽい大人っぽいこのミニクリップを使用したんですけれどもミニクリップの色とか種類は何でも大丈夫なのでお家にあるものお好きなものでぜひやってみてください。はい、というわけでまた皆様も私も綺麗になれるような動画配信していきますのでチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。あとはインスタグラムもやっております。概要欄に URL 貼ってありますのでチェックしていただけると嬉しいです。では今日も動画はこの辺で終わりにしたいと思います。バイバーイ。